こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、プロが買って失敗した服、ベスト5というテーマでお届けをしたいなと思っています。僕のですね、日頃の動画の中では、こういったものを買って良かったよというものですね、皆さんにシェアしていることが多いかなと思うんですが、まあそれだけではなくて、もちろんですね、めちゃくちゃいろんな服を買うので、良かったものもあれば、結構ですね、裏で失敗しているものも少なくないんですね。ただこういったものに関しては、結構ですね、皆さん 皆さんとシェアするのは勇気がいることなんですねまあ、恥ずかしい部分を見せるようなところもあるのでたまにしかやらない動画ではあるんですがまあ、今回は皆さんとですねよくやるファッション失敗あるあるをですね共有するという意味で僕が失敗したお買い物をですね5個の項目に分けてしっかりめに解説をしていきたいなと思っていますまあ、今回の動画を見ていただくことで皆さんもですね買い物における失敗というのを未然に防いでなるべくですね精度の高い買い物がしていただき いけるかなと思うのでまぜ、あ、ひ最後までお楽しみいただければなと思いますまた皆さんの方でも最近買ってこれはちょっとイマイチだったなというものがあったらですねコメント欄でお伝えいただければなと思っていますこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい。ということで、ここから具体的に僕が最近買って失敗したかなと思うものですね。皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず1点目なんですけども、通販で買ったんだけども、サイズ感だとかイメージが合わなかったという服ですね。これは皆さんもあるあるじゃないでしょうか。 僕はですね、結構実店舗に行って買い物することも多いんですが、まあ、最近ではですね、通販で買うことも少なくないんですね。まあ、どうしても実際にお店行くっていうのは時間もかかるし、労力もかかるので、日々ですね、僕は YouTube でいろんな服をご紹介したりだとか、自分自身の趣味としても服を買っているので、そうなってくると、なかなかですね、実店舗まで訪れるのが難しいことも少なくないんですね。まあ、そんな時には通販よく使うわけなんですが、やっぱりですね、通販何年やって あっても失敗っていうのはつきものだなと思いますだいたい失敗の原因の9割9分は自分にあるわけなのでまあ、そのあたりを分析しながらちょっと具体例もお伝えしていきたいなと思ってるんですがまあ、実はですね今僕が着てるシャツめちゃくちゃ気に入っているんですね今期あるセレクトショップで買ったものなんですがこれですねまあ、通販で買うときには僕はですねまずはイメージの違いがないようにしっかりとですね商品の画像を見ます例えばモデルさんが着ているもの だとかあとは商品単体で撮ったものだとかで微妙にですね光の加減で色味が違く見えたりだとかあとはですね全体で見たのと生地を寄って見たものでは全然イメージが違かったりするのでそのあたりは細かく確認してなるべくイメージの相違がないようにするんですねただですね結構やりがちなのは急いでバタバタ買ってしまうことでサイズ感ですねここのイメージ違いというのが起きてしまうというところなんですね、まあ、僕は今 るるシャツすすすごく柄もも気に入っっっっててし狙いい通りだたたんんででがちょとと立み思うけどもサイズ感ですね。これがですね、ちょっと大きかったんですね。僕の想像よりちょっと大きかったというところで、まあ、これはこれでトレンド感あっていいなと思うんですが、個人的にはもうちょっとコンパクトでも、まあ、最近の気分では良かったのかなというところで、ちょっとサイズ感をミスったかなというところはありました。ちなみに今着ているものはサイズが M なんですね。 で、M と言ってもですね、ブランドによって、デザインによって、全然サイズ感って変わってくるわけなので、自分のサイズを〇〇だという形で固定してしまうと、結構失敗しやすいんですね。今僕が着てるシャツに関しては、最初からオーバーサイズ気味になっていたので、僕の体型だとやっぱり S サイズぐらいでもうちょうど良かったりするんですが、まあ、最近はトレンド感がある着こなしが好きなので、あえて M とかを選ぶことが多かったんですね。まあ、その感覚で M を選んでしまったんですが、 最初から結構ゆとり大きく取ってあったので S でも良かったんじゃないのかなというところでちょっとですね失敗点というかまあ後悔が残っているところではあるんですがまあこのようなサイズ感の失敗っていうのは通販でやりがちなのでこれはですね通販で買う時には必ず手間を惜しまずにまずはですね寸法ですねここをしっかりと確認することが大事です数字で見てもなかなかわからないのでまあこちらと同じようなシャツ僕も何枚か持っていますので まあそういったものを実際にサイズを照らし合わせながら、あ、身幅はこれぐらいなんだな、着丈はこれぐらいなんだなというところで、まあ具体的にアイテムと比べることで、サイズ化の相違というのはだいぶですね、減らすことができるんですね。これがバタバタで、あんまりしっかりと確認しないで、色柄ですね、選んでしまったりだとか、あとはサイズもですね、まあいつものサイズでいいやと買ってしまうと失敗しがちなので、ぜひこの点はですね、通販をよく使う方であれば、しっかりと 押さえていただきたい項目かなと思っています僕もなんだかんだで通販歴はめちゃくちゃ長いので結構失敗の数は減ってきたかなと思うんですね通販で大切な点をまとめるとするとまずは色と柄ですねこの辺りがイメージの相違とないようにですね、なるべく何枚も写真を見ること外で撮ってるものと室内で撮ってるものでは全然色味が違ったりするのでこの辺りは通販のマジックなのでぜひ、まあね、複数枚のですね写真を見ながら検討していただくのがいいかなと思いますあとはスタッフの 方が実際に着用しているような写真とかもあったりするんですねまあ、身長別にスタッフさんが着ているような画像とかは非常に参考なのでまあ、そういったものを見ながらですね自分の体験に近い方の着用画像を見ておくとより失敗がないかなと思うのでそのあたりをですね意識すると非常にいいのかなと思うのでぜひ参考にしていただければなと思っていますはい続いて2つ目の僕の失敗の買い物なんですけどもブランドものですね ブランドものだとか、ブランドネームに惹かれて、ついついですね、判断基準が甘くなって買ってしまったけども、それがしっくり来なかったっていうやつですね。これもあるあるなんじゃないでしょうか。まあ、ファッションブランドっていうもの、をたくさんいろんなものがあって、そのネームだけで圧倒的な信頼感があって、買ってはみたものの、なんかしっくり来ないぞ。使いづらいぞということは少なくないんですね。まあ、最近買ってちょっとやってしまったなと思ったのがですね、こちらの T シャツなんですね。 ブリスバンノ店というですね、僕の大好きなブランドで T シャツはこれまでに何度も買ったことがあるので海外の通販でこちら購入したんですね。まあ、ちょっとですね、色い々ろいろと僕の中ではトライをしてみた部分があっていつもですね、僕は白系のベースに対してプリントが入ったものを着ることが多いんですがこちらはグレーベースのものですね。あえて選んでみました。ここが一つ失敗のポイントでもあるんですが、まあ、通販で買うときにはあんまり攻めたものを 選んでしまうとやっぱり失敗しがちだと思うんですねそういったいつもと価値観と違うものだと実物をですね試着をして買った方がまず間違いないのである程度アンパー選んだ方が良かったかなと思うんですねあとはまあ、ブランドのネームに惹かれて買ってみたもののですね、まあ、サイズ感ですねこのあたりもちゃんと確認してなかったんですね身幅が思ったよりコンパクトだっただとかまあ、そのあたりがちょっと引っかかって僕もですね全然まだ着てない状態なんですね、まあ、このようにブランドのですね ね、安心感だとか、世界観っていうものに対して、魅力って絶対感じると思うんですが、まあ、それだけで服を選ぶと、やっぱり失敗しがちだったりするので、ブランドものだろうが、ユニコーンの服だろうが、しっかりと同じ基準で選ぶことが大事だと思います。まあ、高い服ほど結構皆さん慎重になるかなと思うんですが、しかもこのアイテムって、ちょっと数年前のものだったと思うので、セール価格になってたんですね。ここもですね、やりがちなポイントなんですが、通常の価格よりも安くなってるっていうだけで、 判断基準がめちゃくちゃゃくく緩なってしまうので、バーーゲンセールのの価格帯ととといいうところも含めてて注意が必要なのかなか思っていますでまたちょっとブランド物で違った観点から見てみると、ブランド物ってすごく気分が上がって良かったりするんですが、自分の身の丈に合わないような高い服を着てしまうと、着るのがもったいなくてなかなか着なかっただとか、こういったことも起きがちだし、あとは高い服に限ってデザイン性が結構ぶっ飛んでたりするので、意外と合わせづらかったというのも あったりするのであんまりですね高すぎたりだとかエッジの効きすぎたブランド服っていうのは結構注意が必要かなと思うのでまあそのあたりも含めて皆さん頭の片隅に置いていただければなと思いますまあ、もしそういったブランド服を買うのであれば実際に通販とかではなくてお店でまあ何度も試着をしてこういった形でコーディネートに落とし込もうというところまで具体的に想像ができたら買うというのが一番いいかなと思うのでブランドものの服こそ超慎重に買うというところ チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目の買って失敗した服なんですが、まあ、ここに置いてあるものはですね、まあ、正直気に入っていて、これから先もずっと置いておきたいなと思うアイテムなんですが、一生ものだと思って超頑張って買った服、その他のアイテムですね。このあたりは結構失敗しがちなので、注意が必要かなと思います。まあ、服が好きだったら、まあ、いろんなアイテムを買っていく中で、必ずですね、名品だとか、これは一生使えるみたいなアイテムにですね。心 引かれる時が来るわけなんですねまあ、特にバッグだとか革靴だとかあとは時計だとかそういったまあ単価が高くてなおかつ流行にそんなに左右されないようなものっていうのはいいものを買いなさいっていう情報がめちゃくちゃインターネット上には溢れているし結構ショップスタッフさんもですねこれは買うと長く使えますよ一生ものですよみたいなまあ、セールストークがあったりするので結構この辺りですね失敗しがちなポイントかなと思うんですが断言すると 一生ものの服だとかアイテムというのはほぼ存在しないんじゃないのかなっていうのが僕の中での一つの結論としてはあるかなと思っていますというのもファッションっていうのはやっぱり日々変わるものだし僕ら自身の感覚だとか価値観っていうものも日々更新されていくものなので今年買ったものが3年後ぐらいまではですね結構気に入って使えたりするんですけどもこれが5年を超えてくるとだんだんですね気分的な鮮度も落ちてくるしあとは時代のトレンド性と とかとも結構ズレが出てきてしまうのでまあ、ちょっとずつですね着用頻度が下がってきてこれが10年以上になってくるとまあなかなか使わなくなるということが少なくないのでまあ、一生ものというところの言葉にあんまりですね惑わされないで1点ずつを買った方が僕はいいんじゃないのかなと思いますここに置いてあるのは革靴なんですが僕もですねレザー系のシューズ大好きでいろんなブランドのものを買ってきました雑誌で読んではここは名作長く使えるいろんな 魅力的な文句が並んででいてて、まあ、それで買ってみたはもののすごく気に入って数年は使うんですよ。5年ぐらいは使うんですけども、そのうちにライフスタイルだとかトレンド感が全然変わってしまって、なんか着用機会が少なくなってきたなということで、すごく気に入っていて、見るだけで気持ちが上がるんだけども、リアルに使うことが少なくなってしまったっていうものが結構たくさんあるんですね。例えばその代表的なものとして革靴があるなと思っていまして、かつては革靴をですね、 結構僕は好んで履いていたんですが、まあ、最近の流れとして、やっぱりですね、スニーカーみたいなものが、より多く、いろんなバリエーションが出てきていて、まあ、旬な雰囲気にもなるし、なおかつ、圧倒的に履き心地がいいので、それに慣れきってしまうと、なかなかですね、革靴の出番が少なくなってしまうんですね。まあ、かつては、オールデンだとか、クロケットジョーンズだとか、あとはパラブーツだとか、いろんなブランドのシューズを持っていたんですが、まあ、かなりですね、履く機会が少なくなってしまったので、今は But... たまーに履く機会があるローファーだけを手元に残して、あとは全部ですね、手放してしまったぐらい、まあ履く機会がほとんどなくなってしまったんですね。僕はあんまりアイテムをコレクションしておきたいっていう気持ちがないので、ある程度の流動性があることを好むわけなんですが、今置いてあるのはこの革靴2足だけですね。まあバッグなんかも結構ブランド物の,のレザート,ートートとかも持ってたりするんですが、やはりサイズ感が日本のライフスタイルとはあんまり合わないので、そこまで使う頻度が多くなくなってきたというところが、 事実としてあるのでまあこのあたりの一生物という感覚は一旦脇に置いといてまあせいぜい5年ぐらい切れればいいな使えればいいなというところで物を買うというぐらいがちょうどいいと思います一生物と考えるとどうしても予算間の上限が ボーンと飛んでしまうので、その結果、ちょっと身の丈に合わなかったなとか、意外と着なかったなという時に後悔が多かったですので、まあそのあたりですね、自分にとって5年ぐらい使ったら十分満足できるような価格帯のものを買うというところも、頭の片隅に置いていただければなと思っています。 はい、続いて4点目なんですが、これはですね、自分のライフスタイルに合わない服っていうやつなんですけども、これはなかなかイメージつきづらいと思うんですが、服自体はめちゃくちゃ気に入っていてかっこいいなと思うんだけども、自分の1週間のスケジュールを考えた時に、これいつ着るの ってなっちゃうようなアイテムっていうのは、やっぱり買って失敗したアイテムの一つにあげられるのかなと思います。これはですね、僕の動画の中で何度も何度もですね、擦り倒してきたアイテムなので、あれ出るぞと思っている方もいらっしゃるかなと思うんですが、このアイテムですね、もう僕の中では定番、レザージャケット。 これはですね、買ったはいいけど、着る機会が本当にないですね。だけどめちゃくちゃ気に入ってるというところで、すごくですね、ジレンマのあるアイテムですね。まあ、なかなかレザージャケットを着て出かける場所がない。まあ、かつて子供がいなかった時には、たまに着ていたりしたんですが、結構ですね、いかつく見えるんですよね。怖く見られたりだとか、音楽関係の方ですかとか、バイク乗りの人ですかと思われたりするので、僕のライフスタイルにちょっと合ってないなというところがあって、まあ、このレザージャケットを着る機会が がほとんどなかったりとかあとは昨年の冬に買ったこのロング丈のコートですねウールのコートこれもねすごい気に入っているんですね未だにですねすごくいいなとは思うんですがやはりライフスタイルを考えるとなかなかですねしっかりとしたウールのコートって着る機会が少ないんですねまあ、丈が長いとですね足さばきはそんなに良くなくてまあ、おしゃれ着としては良かったりするんですが例えば僕は仕事でスタイリングをする際にも 結構冬場ですね、長い丈のコートだと、室内で脱いだ時にかさばったりするし、気軽に歩きづらかったりするので、やっぱりですね、ロング丈の重たいコートって着ないんですよね。まあ、このあたりが難しいところで、どんなにかっこいい服でも、ライフスタイルに合わないものは着ないっていうことが、僕は14年間スタイリングをやってきた中で、すごく実感しているところなので、ま、ぜひ皆さんも、アイテムを買う時には、それはどの場面でどのように使うのか、そのあたりを想 してみてみくださいあんまりそれを着ていく場面が思い浮かばなかったら僕は買わない方が得策なのかなと思っています。とはいってもこのロング丈のコートも、まあ、年に数回は着るかなと思いますし、レザーのジャケットもこのようにですね、 買ったけど着なかった服というところで散々活躍してくれてるので僕はこれからも取っておきたいなと思ってるんですが、まあ、皆さんはぜひですね僕のような失敗がないようにライフスタイルというところをよく考えながらですねアイテム選びをしていただきたいなと思っています はい、続いてラスト5点目なんですが、これはですね、僕自身もめちゃくちゃ考えなくちゃいけない項目だなと思ってるんですが、ファッションのプロだとか、インフルエンサーがおすすめする服を買ってみたんだが、なんかしっくり来なかったというやつですね。まあこれはですね、多分僕の動画を見てる方だとか、多くの YouTube チャンネルを見てる方は、一度は経験したことがあるかなと思うんですね。プロがおすすめしてるものって、どうしても素敵に見えてしまうので、ついつい買いたくなるじゃないですか。 僕自身もこれまでいろんな雑誌の中で紹介されているものとかをですね、散々買ってきたんだけども、あれなんか自分にはしっくり来ないなってことをですね、経験してきた身なので、その気持ちはよくわかるんですね。これなぜこんなことが起きるのかというと、そのプロが使っている愛用品というのは、その方がこれまで様々な経験を経た上で選んだものなので、その方の経験値だとか、ライフスタイルだとか、好き嫌いとかをもの すごく反映した濃いアイテムなんですね。なのでそのアイテムを全く違った土壌を持った人がいきなりこれを持ってきたところでなかなかマッチしないっていうことはかなり起こり得ることだと思うんですね。特におしゃれのプロの中でもすごく愛用品でエッジの効いたもっていうのはなかなかですね、使いこなすのが難しかったりするわけなんですね。だからこそその人によくハマっていて象徴するようなスタイルだったりするわけなのでそれをですね、 アイテムだけ持ってきてもうまくはまらないことがあったりするので、まあ注意は必要なのかなと思います。じゃあどうすればいいのかというと、その方のスタイルと自分自身のスタイルがそんなに遠くないかというとこですね。あまりにその方のスタイルがエッジが効きすぎていたりすると、アイテムを一個だけ持ってきても全然違和感があったりするので、その方の個性と自分の個性をうまく照らし合わせる必要があるんじゃないのかなと思います。僕も動画の中でいろんなものをご紹介しますよね。ユニクロ GU グローバルワークグリーンレベル だととかここの辺りのり割とですね価格帯がそこまでで高くなくなてベーシックを軸足にしたものであ、れば結構でですすねね失敗って多くないと思うんです、ねまあ、それでも、体型だとか雰囲気によって合わないっていうことは、やっぱり多少は起こり得るので、注意は必要なんですけども、それよりも、僕自身が好きで買ったものですね。たまにですね、今月買って良かったものみたいな動画を僕も出していますが、そういうものって結構コアなものが多かったりするんですね。そう,いう ものほど結構注意が必要だったりするのでプロが選んだちょっとこだわりが強め癖の強めのアイテムというところはよくよく吟味して選んだ方がいいと思いますできればそういった癖の強いアイテムは通販で買わずにまずはお店で試着をしてみて、まあ、店員さんとかにもアドバイスを受けながらこのアイテムだったらどう合わせればいいですかとかどんな風に使えばいいですかというところをちゃんと聞いた上で吟味した方がまず失敗がないかなと思います今は本当に色 いろんな情報が溢れていて、YouTube もあれば、Instagram もあって、Web の情報もある。そして相変わらずファッション雑誌っていうものもあって、まあどれもですね、魅力的なアイテムが溢れているんですね。だからこそ、しっかりと自分自身のライフスタイルだとか、価値観にそのアイテムが合うかどうかというところを吟味しながら、ぜひ購入していただくと、そういった失敗が防げるのかなというふうに思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではファッションのプロが買って失敗した服5000ということでお届けをさせていただきました。正直ですね、失敗したお買い物をですね、ご紹介するのは非常にですね、心苦しさがあったりだとか、恥ずかしい部分もあるんですね。で、肝心のアイテムずつに一切の罪はないんですよ。悪いのは全部僕自身なんですね。しっかりと吟味して選ばなかった服というのは、やっぱり失敗しがちです。通販が悪いというわけではなくて、通販 買う際には実物を見るよりも慎重にサイズを測ったりだとか細かい生地のディティールを見たりだとか実際の着用画像を見まくったりだとかそういった過程が必要なんですねそのあたりをすっ飛ばしたりだとかブランドネームに頼ってみたり価格が安いというところに魅力を感じてしまったりどこか手抜きをしてしまったらそれが失敗に繋がるということは非常に多いのでぜひ皆さんもこのような失敗がないように一点ずつ丁寧にですね 自分のライフスタイルだとか、自分自身の個性に合うかどうかというところを見極めながらですね、買い物をしていただくといいんじゃないのかなと思っています。ぜひコメント欄の方でもですね、皆さんの最近買って失敗したアイテムだとか、こういったものが合わなかったなというものがあったらシェアしていただければなと思っています。 これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っているんですが、もう少し中級者向けのセレクトショップのオリジナル、ドメスティックブランド、または専門ブランドのアイテムですね、こういったものの情報をですね、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。それこそですね、こっちのチャンネルの方が僕のこだわりが詰まった商品が多かったでするので、まあ、参考にするときにも結構ですね、自分の個性と照らし合わせながら買う必要があるのかなと 思うんですがちょっっとと濃いいめの情報をししかりと出していますので気になる方は概要欄からチェックをしていた、だきたいなと思っていますますたなかなか普段ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースで大体1分ぐらいで読めるような記事ですね。僕の方でも毎日投稿してますし、僕以外の専門家の方も記事を書いてくださっています。また、参加者の皆さんも気軽に投稿がすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しむようなコミュニティになってますので、気になる方は概要欄からチェック していただきたいなと思っています。以上、スタイリストの小山周でした。また次回の動画もお楽しみに。